新丸広場の一角にある調整池です。江戸時代後期の小絵図や埋蔵文化財の発掘調査の結果に基づき、護岸は王子の新丸南堀の外郭を再現しています。堀をイメージした浸水空間では、花菖蒲や水葵、姫水蓮などの湿生植物が一年を通して楽しめます。